こんにちは。今日はとっても簡単な一品をご紹介したいと思ってます。キュウリのニンニクごま油和えです。作り方簡単だし、使うものも非常に少ないです。材料ご紹介します。キュウリ1本、それからニンニク、これは好みの量です。まあ私が大体このぐらいが美味しいと思いますが、苦手の方が少々半量でも構いません。それからごま油、黄色いごま油、あとは塩、これも好みなんですが、今回はまあ2つまみ、それからこれは鶏ガラスープの素、なるべく無添加のものを選んで使ってください。それから、胡椒です。以上です。とても簡単にできます。それでは作ります。この子はなるべく細めの乱切りを切っていただきたいです。この感じ。細めの。そうすると、その中身がいっぱい出した方が、こういうところいっぱい足した方が実際には美味しいです。こんな感じ。叩いてできたものを、あとはニンニクです。私がこういう感じで潰します。こんな感じで切って潰ります。その後は細かく切ること。ニンニクの香りが苦手な方、もうちょっと細かく切ってくださいね。このぐらい細かさで良いですが、あとは入れる順番全くないですが、もう入れます。ごま油入れました。それから鶏ガラスープの素、なるべくこういうパウダー状のものを使った方が楽です。すぐ溶けてくれますの で、 あとは塩、あ、好みの量でいただいて、あとこの子も好みです。で、ます これでもう完成です。では盛り付けます。これで完成です。とても簡単に作られる一品です。夏にはぴったりです。